はい、お疲れでーす。えー、ちょっと、だいぶ久々の動画になるんですけども、えー、スターダムの、えー、対談の件に関してですね、えー、いろいろね、掘り葉掘り喋っていこうと思います。はい。えっ、ー、と、ちょっとね、ここ最近新潟、新日の新潟行って、ちょっとそこの後から、急に、に忙しくなっちゃって、もう動画ちょっと上げてる隙がなくてですね、なので本当は、 新日本の長岡のもうちょっと細かい感想とか、あとスターダムの名古屋のえ感想とか、本当はもうちょっと色々あげる予定だったんですけども、ちょっともうそれどころじゃなくてですね。で、あの、ツイッターとかそういう SNS 系もそんなに見てる暇なくて、で、なんかここ1日2日で、なんかろんなこうトピック上がってきて、僕もね、なかなかその情報の整理とか、 をっつくのに、ちょっと時間かかったって感じですね。あの、プロレス界って、一日、あの、そういう、なんだろうな、SNS とか見てないだけで、急にこう、情報が一気にバーって入ってくるのってよくあるじゃないですか。なんでね、まあ、ちょっと僕も忙しかったし、で、プロレス界もなんか色々忙しいみたいな。まあそんな感じでしたね。はい。あの、ちょっとここ最近動画上げてなかったんで、あれ、こいつもしかしたら、長岡から帰る途中に、あれ、なんか事故ったんじゃねえとか。 まあそういうふうにもしかしたら思われて、思われていたかもしれないですし、まあもしくは何とも思われていなかったか。まあ大体まあこの、この2択ぐらいだったかなと思うんですけども、はい。あの、無事事故ることもなく、はい、あの、普通に生きてます。はい。まあそんな感じの私の状況でございます。はい。というわけで、ちょっと前置きがだいぶ長くなってしまいましたけれども、はい。えー、まず今回のスターダムから発表されました、え対談者5名。はい。これが、え本日、 まあ本日っていうかもう日付変わったんでもう昨日っすね。はい。発表されました。えーまあ、この件に関してですね。私の率直な感想です。えうわ、マジかよ。え、マジでテクラ残留すんじゃんへえー。マジか、テクラ残留か。まあ、こんな感じっすね。 はい。うん。まあ、ま、率直に思ったのが、まずここの感想ってとこっすかね。まあ、それぐらいって感じっすね、正直。はい。まあ、多分、大体の人が、ま、こんな感じじゃないですか。テクラマジかよ、残留すんのかよっていう。まあ、ここが一番キーポイントじゃないかなって思うんすけどもね。はい。まあ、そんなとこっすかね。でも、あともう一個強いて言うんであれば、宇多見選手。うん。 林下し多たの対談。まあ、ここはちょっと驚きかなっていう、そんな感じっすね。まあ、そんなとこっすね。まあ、プラスアルファで、あと、新人のゆずき選手。あまあ、ここのトピックぐらいって感じですかね。なんか、驚くポイント的には。はい。だって、それ以外の、えー、貴婦人と、未来選手と、あと、ジュリア選手。この辺でも、なんかもう予想されてたし、まあ、そうなるだろうなっていう、いう空気が出てたんで。 まあ、この辺はまあ、ですよね、ぐらいな。まあ、そんな感じなんで。まあ、こんなところが、まあ、僕の現状の、うん、まあ、このニュースを見た時の、こう、そっち側の感想っていう感じですね。はい。はい。で、まあ、僕が驚いた、え、まず、テクラ言流と,と、えー、ゆずき選手、まあ、宇多美選手。まあ、ちょっとこれを3人に、ちょっとフォーカスして、えー、まあ、いろいろ話していこうと思うんですけども、まずね、テクラ。いやー、まさかテクラ残るとは。だって、テクラも、 ほぼほぼもう対談メンバーの一員として見られてたじゃないですか。もう今現在、今現在も欠場中だし。で、やっぱテクラって浮いちゃってんすよね。今のスターダム内で。うん。なんか、悪い意味で浮いてるんですよ。うん。なんかそういうところで、あー、なんだろうな、こう、クラスで一人馴染めない生徒がいたりとかって、学生の頃あったじゃないですか。なんかそんな感じなんですよね。うん。 いや、なんか、なんだろうな、この運動神経もいいし、頭もいいし、なんだけれども、うまくそのクラスに馴染めないような生徒とかっていたりするじゃないですか。なんかそれと同じで、テクラ選手って、その技術もあるし、で、日本語もね、話せるし、かなりこう IQ とか、ステータスって僕は高い選手なんだと思ってるんですけども、ただこのスターダムのこう、なんだろうな、こう全体に、 うまくこの、馴染められてないというか、ああ、なんかそんな感じしてたんで、まあテクラは絶対ジュリアについていくだろうと思ってたんですけどもね。いや、まさかのテクラ残留っすか。はい。まあそんな感じっすね。うん。あ、もしかしたらどうなんですかね。欠場がいろいろ長かったんで、それで契約期間がちょっと伸びたりしてんすかね。まあその辺の可能性もあるかなって考えたら、じゃあ、ああ、じゃあその契約が終わったタイミングで抜けるんすかね。はい。まあまあそんなところってとこですかね。はい。 であともう一人のゆずき選手。ゆずき選手、まあ、これもちょっとびっくり言っちゃびっくりですけどね。だってもう期待し、期待されていた新人的な感じじゃないですか。で、1月にやったあの、何でしたっけあの、新人王トーナメントでしたっけまあ、あそこ優勝した時点で、あ、これから一番この新人の中で、一番先にこうプッシュが入っていく選手かなとかって。まあ、大体の人がまあこう思ったと思うんですけども、 あれ結局、新人王で書く、格核だけ上げて、ああ、そっち、うん、やめんのかよ、みたいな。まあ、そんな感じですね。まあ、なんで、まあ、この、えー、最終的なこの対談という結果だけを見ると、あれ新人王って、花子でよかったんじゃねみたいなのは、ちょっと思っちゃったりはしましたけどもね。はい。まあ、どうなんですかねその新人なんとかやってる時は、まだその対談とかが決まってな,なくて、まあ、その、引き止めの延長措置みたいな。 なんかそういう目的もあって優勝したんですかね。うーん。まあその辺の細かいところは、まあわかんないですけど、まあ僕が思った、まあ現状のこうゆず選手にはまあこんな感じってとこすかね。はい。まあそんなとこすかね。はい。はい。で次に、えー、宇多美選手っすね。宇多美選手は、なんか対談するんじゃねえかもとかっていろいろこう説、えー、各地でこう出てたじゃないですか。でも僕は、 宇多見選手は対談することはないだろうなと思ってたんですよ。それって宇多見選手が現在、あの、タックのベルト持ってるじゃないですか。あれも、あれ持ってますよね確か。うん。宇多見選手がタックのベルト持ってるんで、あれタックチャンピオンのまま対談することないよねみたいな。うん。まあそんな感じがあったんで、まあそんなところでまあ宇多見選手はないよねとかって思ってたんですけども、あれ あ、結局対談するのかみたいな。まあ、そんな感じですかね。うん。ただ、宇多美選手に関しては、僕は対談することはないとは思ってたんですけども、ただ、これから先宇多美選手って、スターダム内で、ポジション的に難しくなるのかなみたいな。ポジション的にちょっと、厳しくなっていくんじゃないのかなみたいな。なんかそんなのはちょっと感じてた、感じてたんですよ。 別にこの対談するとまではいかないですけども、ただ、ポジション的に、これからちょっと微妙になっていくんじゃねみたいなのは、ちょっとその辺を感じ始めていたんですよね。うん。まあこれ、まあもうちょっと細かく言っていくと、正直、林下宇多美選手って、これからのスターダム内の、まあポジションとか役割的には、困った時の宇多美。いわゆる、とりあえずの宇多美。 まあ、このとりあえずの歌みになっていく、なんかそういう未来がちょっと見え始めてきてったっていうのが、まあ僕の現状の歌み選手に関して思ってたことなんですよね。はい。まあ、なん、まあ言ってしまうと、この赤いベルトの、ええー、まあ挑戦者の一人であったりとか、あとは、ファイブスターグランプリ、ファイブスターグランプリの決勝で、準決勝で終わるみたいな、 要は、えー、誰かの格上げのために、巻き役を担うポジションみたいな。うん。まあ、新日で言うところの、後藤博之的なポジションって感じですよね。はい。まあ、ただ、宇多美選手の場合は、もう赤いベルトの、赤いベルト取って、宇多美時代は一時期、ま、気づけたんで、ちょっと後藤選手とは、そのポジションの格差は多少はあるにせよ、まあ、イメージで言うところの、ま、後藤博之的な感じですよね。うん。 あのー、誰かの格上げのために、もう持ってこい的なポジションっていう感じ。うん。だから、宇多美選手はこれ以上残り続けていても、多分役割的にこういうポジションになるんじゃないのかなっていう。まあ、そんな気がしてたので、なので、そこを考えていくと、宇多美選手がこの対談をするっていう選択。うん。まあ、間違いではないよねっていう。まあ、そんなところは思ってるっていう感じですね。はい。はい。で、まあ、その宇多美選手が、 これからのスターダム内で残っていたとしたら、なぜとりあえずの歌見になっていくのかっていうところをちょっと考えていくんですけども、まあこれって、えー、これ前僕、場合喋ったんですけども、これからの、えー、スターダム内で、えー、まあ次期スターっすよね。うん、次期 S ランク角の、えー、選手に上がっていくのは、えー、マイガ選手、そして、カミタニ選手、えー、鈴木鈴。 そして、夏っぽい。この辺が S ランクとして格が上がっていくんじゃないのかなというふうに僕は見ておりましてですね。はい。はい。まあ、なので、まあ、これからのスターダムは、多分この4人の選手が、えー、これからこの駆け上がっていく。 S, うん、S ランク、いわゆるその赤いベルト政権になっていくっていう、まあそういうストーリーが今後メインになっていくんじゃないのかなと、えー、いうふうに見てるんで、なのでそうなった時に、宇多美選手って、ここの新しい新世代の枠、ここには入れないんですよね。年齢的に見ると、宇多美選手も、ここのマイカ、神谷あと鈴、大変のラインにはくくれるんですけども、 宇多美選手はもう赤いベルトのチャンピオンとして、宇多美政権をもう築いてしまったので、必然的に年齢だけで見ると、ここの枠には入れるんですけども、ただ、スターダム内のこの現状の空で言うと、ここの枠にはもう当てはまらないんですよね。でまあ正直、宇多美選手は岩谷、タム、シュリ、ジュリア、まあ、この辺の枠組ぐらいの格だったと思うんですけれども、 ただ、年齢的な部分もあって、んなんかね、その、岩谷、趣里、ジュリアとか、その辺の、現状のこう S ランクポジション、そこの枠にも、完璧にこう入ってるわけでもないし、かといってこの新世代枠にも入ってるわけじゃないしっていうところで、なんか一人だけこう、真ん中のこう、中、真ん中の、 どっちでもこう中ブラリにしてるそういう僕はポジションだったかなって思うんですよ。なので、必然的にこれから歌美選手がスターダムに残ってても、もう歌美世間も気づいてしまっている状況なんで、宇多見選手の歌美時代がまた、またこう来るのって、もう回ってこないと思うんですよ。うん、そうなっていくと、やっぱり歌美選手のこれからって、やっぱりこの、まあ夏っぽいであったりとか、あ,あと鈴、 神谷。まあ、この辺の格上げのために、ええー、ま、とりあえずの歌見として、うん、まあ、そういうポジションになっていく。うん、まあ、こういう未来が今の歌見選手の現状だったら、うん、もう、とりあえずの歌見として当てていくのに、もうザ・ベストなポジションなんですよね。うん。だからこんなことを僕でも、 こう、頭にすぐ浮かんでくるんで、だからこそ、宇多美選手も、もしかしたらこういう、これからのこう、スターダム内の、うん、自分の立ち位置とか、そういうのも考えたときに、うん、ここでこう、対談をして、また、その、新しい団体で、また新しいこの宇多美時代というか、うん、エースとしてのこの林下見を,を作っていく、うん、そっちの方がいいのかな、と。 っていうのを、まあ、宇多美選手なりにこう判断したんじゃないのかな、というふうに思ったりもしてるので、なので、まあ、宇多美選手が選択したっていうことは、ある意味、別にこう悪い意味でもないんですけども、宇多美選手なりの危機管理判断というか、うん、その辺ができてたというか、まあ、そんなのをちょっと思ったりしてますかね、はい。 はい。まあ、てな感じで、ちょっと、宇多美選手に、まあ、いろいろ喋ってきたんですけども、あの、これ僕、決して、こう、うたみ選手を、こう、悪く言ってるとか、宇多美選手の暗視とかではありませんので、僕、どっちかって言ったら、宇多美選手好きなんですよ。一応、僕、自称、え、隠れ林した宇多美ファンなんですよね。うん。なんで、なんで、うたみ選手のファンであれば、今のこの、宇多美選手のこの、 なんだろう、微妙なこの立ち位置とかあ、その辺にちょっともどかしい思いを持ってた人って、まあ、少なからず多少な人はこういるんじゃないのかなと思ったりしてるんですよ。いざっていう時に、まあ挑戦はするけども、結局負け、すぐ負けちゃったりとか、あの IWGP 女子とかもそうじゃないですか。 うん。だからこう、歌見選手って格はあるんだけども、だんだんとなんか、あれ便利屋になってきてねえがみたいな、なんかそういう感じの気配を感じてきてた人って、まあ少なからず僕以外にもいらっしゃるとは思うんですけれども、はい。まあそんなところから、う、ま、宇、あ、歌見選手がこの対談するその理由であったりとか、うん、まあこんな感じじゃないのかなっていうのが、まあ僕の勝手な見解っていう感じですね。はい。 はい。まあ、っていう風な感じが、えー、まあ、今回の、まあ、対談に関する、えー、まあ、僕の感想っていう風な感じですね。まあ、言うても、こう、宇多美選手の話がメインだったんですけども。はい。まあ、そんな感じですね。まあ、未来選手、ジュリア選手、桜井選手は、うん、まあ、今までもちょいちょい喋ってきたんで、はい。まあ、この辺は、まあ、ですよねっていう。まあ、そんなところで落ち着いたっていう。まあ、そんなところでしたね。はい。以上です。はい。ってな感じで、結局、今回の動画で何を言いたかったっていうと、 一応、黄金時代の、黄金世代の、えー、メンバーの一人として、一応、部類分けはされてあるであろう、マッチョゴリさんこと、飯田サヤ選手。このマッチョゴリさんが、スポットが当たってくるのって、あと何年後になるのかなってこと。